はい、まきさんおはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。はい、今日10分間短いけどね。はい、どんなことについて話したいと思ってますか？はい、えー、っとまあの私はピアノ教室を、うん、あのずっとしてるんですけども、うん、えっと最近いつも気になっているのか。ま教室全体のコミュニケーションというか、うんうん、あの仲間意識であるとか、チームワークであるとか、うん、そういうところを。 やっぱり、うんあの、これから先すごく作っていきたいなとそれはずっと前から思ってはいるんですけども、うん、なかなかそこがうまく、うん、自分で持っていけなくて悩んでいるのでじゃあそれのことについてこの10分間どんなふうに使いましょうかはい、まず、あのー、今の様子から、うん まあ、この先何ができるかどういうふうにしていったら自分が声がけとかイベントでありますとかどううういいふにしてったら、そうするとこの10分後に手に入れたいことは、えー、っとまず、うん、あのそれに向けて、うん、自分ができること。

自分に、うん、なるためにどうしたらいいか。ずっと前って言ってたけどどのくらい前からそのことについて考えていたの、えー、<laughs> そうですね、うん、やっぱりここ45年は 4, 年ある程度まあ子供もも大きくなって。うん 教室も安定してきていたので人数もね、うん、30名ぐらいをずっと来、うん、てくださっていて安定したぐらいから、うん、いろいろ、まあ、発表会ではゲームをやったりとか、うん、おプロジェクトチームを組んだりとか、うん、それはやってるんですけども、うんうん、やってるのね。まあ、あのなんとか答えては くれてるんですけども、うん、やっぱりみんな忙しいのもあってメンバーがこう落ち着かなかったりあとごふそれとはちょっと外れるかもしれないんですけど、うん、あのご父兄とみんなでっていうコミュニケーションを取る場がなくて最近ちょっと父兄会をやったりとか。 試みてはいるんですけど、まあ、引き合い会をやったりとかコンクールの後は、うん、あのは打ち上げをして<ー>そういうのはすごく、あのー、皆さんあの楽しんでくださるもうん、結局そ結局参加してくださる方っていうのはやっぱり、あのー、決まってくるというかどうしてもやっぱりメンバーがほぼ開けてくださる。 ななるほどなるほほど、ど。それで教室全体のっていうのはそういう意味ね,ね一番最初に。あ<ー>まあ、やっぱり言ったら3分の1以上の方々になりますね、うん、半分ぐらいかなっていうところなんですけどでもやっぱり、うん、もっと他にも皆さんあの、うん、メンバーいらっしゃるし。うん 知ってほしいし、うん、でまたあまり参加していただけない方も、うん、こういう教室なんだよってこんな輪があるよ、うん、コミュニケーション取れるよっていうのをちょっと知ってほしかったりもし知ってくださったらまた参加もしてくださる機会も出るのかな、まあ、私自身もねそんなにしょできてるわけではないのでもちろん皆様の、ね、ご都合とかも、うん、あ,あるし。うん そうねうん、今聞いていたらね3分の1今日に対してはあの結構いろんなことをやられているそれに応えてくださっているそれ以外の、えー、っと生徒さんたちに対しては何か自分がこうこうできていない感じがするそれが、えー、っとなぜできていないのか。 自自分分が、自分がですよね。それができる、えー、さんあと教室全体が固まることがなんかねアイディアとか、えー、イメージとかぼんやりとあるように聞こえたんですよね。でもなぜ3分のじゃあ2としよう <laughs> 3分の2の生徒さんたちのところにもっとぐっと入り込めないのかもしくは そちらと三分の一奥さ参、えっ、ー、と、参加してくださってるお母さんたちとの、ここなんていうのか、一体感というか、その辺がまだできていないというか、腑に落ちていないというか、そんなふうに聞こえたんだけど。はい。すごい長くなっちゃったけど。<laughs> そ,それで合ってる合 <laughs> ってます。合ってる。じゃあ、今、真木さん、三分の一は横置いといて、三分の二だけを見ましょうか。 この人たちこの人たち全体のコミュニケーションっていうのはうまくいってるの、えっとっいうのはその人たち同士ですか。同士同士。あいえだからどちらかというと、うん、もうあの、まあ、レッスンに来,る来られるだけだったりうん、うん、ご父屋がついて来られなかったりとかやっぱり、ね、お,あのお仕事持ってらっしゃってうん、うん、っていう。 一人で子供さんが来られる、うん、あとはあの、まあ、やっぱりお忙しいので、うん、休日のイベントしてもなんか、うん、なんかというところまでは行かない行かないそういう人たちにえー、っとえー、っといろいろなんか提案はしてるのかなそれだけどなかなか出てこないそういう人たちにもう一歩できる自分になりたいっていうことよねもう一歩 たぶん、私の。ばりが足らないな。あの、今何に気がついたの。えっと、私の踏ん張りが足らない。踏ん張りか。やっぱり。自分が。うん。あ、なて言うのかな、何が何でもじゃないけど、ちょっとやってみて。本当、本当、性格なんですね。怖がりなので。怖がりなので。何か反応が感じられへん。なく、なければ。すぐ、なんか引っ込んでしまうような。うん。嫌なんですね。 もともと、うん、そうだったんだ。だから。<れ>あ、いいんだぞ。うん。ちょっと、なんか、手応えっていうんですかね。何かがあると。うん、よしよしって、いけるんですけど。んあんまりないときに。やっぱ <laughs> あ、無理か、ね。あ、無理か。自分がいる、ような気がします。諦めてたんだ。うん。そうすると、そういう三分の二の人たち、要は。 真木、えっと、さんと生徒さん、ここはつながっている、でも横のつながりがない、えっと、声かけてもなかなか参加できない、忙しい人たちにどうあるべきなのかしら、自分は。考えていらっしゃることにもうちょっと寄り添う、うん、どういういこと例えば まあ、一つは面談、うんまあ、お話しする機会がないと無理かなと思うので面談はいつも年に2回して機会はあの、うん、作っているんですけども、うん、そこの中でもうちょっと、うん、なんか工夫ができるかな、うん、工夫とは まあいつもはお子さんの、まあ、今の進路とか様子とかイベントですねステップとかそういうのをご紹介したりとかで終わってるんですけどもまあそのご父兄の方の参加できるようなイベントの話をそこでそれまでに私が考えてするだけでもちょっと違いますか こういう機会を作ろうと思うんで、うん、忙しいと思いますけどぜひぜひお参加い,いただけたら嬉しいですみたいなところをそこで言っとくことで今ちょっとご府系側になって話聞いてみたんですよね。で忙しいしあだ日曜日は洗濯もしたいし掃除もしたいしって言ったところで出ていくメリットを知りたいですね。 そここに行くととどんない,いことがあるのかやはりかお家の中での,その,あの練習のし、うん、あのみ,、まあ、みんな子どもがそんな言うことを聞くおりこちゃんが揃っているわけではないので、うん、やはり皆さんそれぞれこうどうやったら練習させられるのかなとか、うん、どういうふうに今後、うん、まあ,ある程度の年齢中学生以上になれば、うん、どういうふうにあの向き合っていくと、うん いいのかな、長く続くのかなとか、あと、長く続けられている先輩のなんかに、こうとお話しすることで、あ、こんな時もあったけど、こんだけ上手になってるんだねとか、なるほど、お話が聞けると思うんです。それもあって、同士のね、悩みがやっぱりあると思うので、ちょっと聞きたいことってあるわよね。 うん、先輩方の,その経験談、うん、経験談、うん、ではなくて経験談を聞くことで、うん、あそんなこともあったのあんなに上手なのにとかね、うんうん。あるあるある、うんうんあね。大きくなってる姿を見て、うん、あのじゃあ,あのうちの子もなかなか練習大変だけど頑張ろうかなみたいなところが出たりとか一番メリットかなと。<laughs> 今なんか マキさんの顔がパッと明るくなって笑顔になって、なんか見つけたぞっていうものをちょっと感じたんですけど、はい、えっと、そうすると、そういったことが教室全体がコミュニケーション、チームワークがこう組めるための、まず最初の一歩として、えー、っと、何ができるかっていうこと、そのしたいと思っていることができる自分になるために、はい、もう一回、何が必要なのか。 自分には何が必要なのかあのやっぱりその食い,食い下がるしあのこう気持ちというかしっかりした気持ち私自身がどちらかというと、うん、まあ忙しくてこれもあるんです子供子どもの,のやっぱりイベントにあんまり参加してないんですよね。 <laughs> そうだったんだ我が子のイベントにそこであ<ー>多分ひけ目があるんですねあでもねひっくり返せばだからこそ参加できなかったから先輩お母さんのお話やあのもう聞かずに二人育ててきちゃって年、ねはい、もう大学生になっちゃったじゃないですか そういう自分の引け目もあるかもしれないけど、できなかったからこそ、だからこそ、お母さんたちにはっていう先生たちの、先生からのね、あの、言葉は強いかなと思います。はい。なるほど。そうでしたね。うん。引け目持ったままじゃね、もったいないなぁと思います。はい。はい。おさん、ありがとうございました。ありがとうございました。すごく、なんか、うん。うんうん だから自分できなかった <laughs> <laughs> そ。そうね。引け目だったね。うん。あの、私、マキさんとも本当長くね、セッションさせていただいて、えー、っと、マキさんは考えられる人だし、見つけたりやる人なのね。だから、えー、っと、チームワーク、コミュニケーションを良くするために何をしたらいいかっていうのは、もうこれはもうすぐに答えは出るなと思っていました。ですから、前半で、そういう自分になる。 方がいいのか、それとも何を言ったらいいのかっていうのも。はい。<laughs> で,ね、できることは自分でやっていただき、そういう自分になるのは難しい。しかも4年も5年もできなかったわけだから。そこをね、変えるきっかけをどうやって作ろうかなって考えながら、この10分進めてきたの。はい。ドンピシャでした。ドンピシャでした。よかったです。できる人なので。<laughs> そう。で、生徒のために動ける人なので。 うん。それで、えー、っと、うん。あと、やっぱり、常に自分が変わりたいって思っている方です。ですから、多分できる、あの、しっかりした気持ちを持って、えー、お母様は忙しいのはわかってるけれども、うん。で、私の、えー、っと、そうですね、えー、っと、リクエストとしては、いや、無理無理、いけないんです、とか、忙しいですって、断られようとも、 そこで凹まずに、はい、じゃあ次の次回お声掛けしますねって言って、諦めずに声をかけるっていうことですよね。来たら絶対にいいことがいっぱいあるし。ね<え>。うん、えー。そこをリクエストしたいと思います。はい。はい。薪さん今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ふん張ってくださいね。ありがとうございます。<laughs> 教室のためですから。はい。頑張ります。はい。ありがとうございました。あ